全然足りないね。オッケーオッケー。把握した。まずこの把握が大事です。ヒューマンホールフラットでは把握すること。これが大事です。どうなってんだ？お！割れた。端取れた。え、これ持っていったらどうなんの？ここの部分。この板の部分をそっちに持っていったならば、なんもならんな。逆にさ、こっちは届かんの？あー、なんもないね。あ？ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待って、分かったかもしれない。はい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 、分かった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 。多分分かった。ちょっと見とって。多分いける。ほい。あ、つかめんかった。あれ、つかめないんかな？いやね、あれにつかんでジャンプして、あそこに登るんかと思った。本当は違うと思う。本当のルートはそうじゃない。多分ずーっとまっすぐ行って、ちょっと大変そうなルートを行くんだろうと思うけど、いやー、正規で行くと、なんか近道とかしたくなるよね、こういうところって。あー、結構離れてたんだね、私。あれ？つかめん。あ、上からつかまなんのか。あれ？小島、どうした？あ、動いた、動いた。え、ちょっと待って、動かないんだけど。あれ？ん？どうした？どうした？あ、動いた、動いた。なんかめっちゃ今全然動かない。たまにね、遅い時があるんだよ。で、こっからそっちか？その三角で乗れんよね、多分。この高さから、そこに向かって飛ぶ。あ、乗れた、乗れた。いた！飛ばされた。ちゃんと手ひっついてたんだけど。ってことは、当たったら飛ばされるんかな？あれに乗れるかなと思ったけど、乗れないんか。ほら、小島くんもうなだれとる。わかります？このカチカチ音。全然動いてくれないんすよ。なんか絡まってんのか、落ちるとき。オッケー。いや、なんか時間かかるね、ここ。復活するの。なんでだろう。ジャストで乗るか。ここ。あ、まあいいや。まあいいや。ここだったら当たらんと私。ほい。で、それが行った後に、こう行くじゃん。で、戻ってくるじゃん。登る。で、ちょっと避ける。危ねえ。あいつやべえ。地面につかむ。ダメだった。飛ばされた。どうやっていけと。ふえーん。あ、乗れた。乗れた。あ、乗れる。お、なんか上がガチガチしとる。そして、飛べない。え、飛べない。ちょっと待って。掴む。一回掴む。え、飛べないのこれ。こう来て、おう。やばい。小島やばいぞ、それ。あれ？飛ぼうってしたけど、あれ、なんか飛べないね。遠心力で飛べなくなってんのかな。あら、まあ、じゃあ、普通に行くんか。オッケー。たら普通に行くのめっちゃ難しそうなんだけど。もう一回だけ挑戦していい？さっき行けそうだったんだよ。ここ。あ、ダメだ。飛ばされた。はい、無理ですね。はい、無理っていうことが分かりましたね。先に進みましょう。あ、いけた。え、いけた。いけた。いけました。ショートカットしました、多分。多分ショートカットした。やったね。で、次行く場所どこだろう。なんか、バコーンって撃たれた。で、多分そっちに行くんだろうな。これ落ちた、どっからやり直しだろう。こっちで合っとるよね。多分こっちで合ってる。ほい。え？あ、ブランコ方式になってる、これ。ほい。オッケー。で、これの上に登ればいいんでしょうね。
あ、ちゃんと登れるように作ってありますね。うまい具合に行きました。本当ならもうちょっとね、すごいルートを行くはずなんだけど、まあまあ、まあ偶然の事故ですよね。ぶつかったので。あれ乗るんじゃなくてぶつかるんですね。え？で、セーブ入らん？そろそろ。なんか入りそうな感じだよね。ほらほらほら。あ、来た来た来た、セーブ。いや、絶対ショートカットしたよな。奥のなんか丸いところ行ってないもんね。あれなんかあったんだろうか。よし。うわ、難しそう。あ、なんか前回やったね、こういうの。あ、落ちちゃった。ああ、この上に登れればいいんだ。この上。この上に登ればいい。はいはいはい。登ってジャンプだね。で、登るためにこれを使えと。ん？とりあえずここまではいけるもんね。で、木があるので多分ここまでしか行けないでしょう。そうするとそこになると。はいはいはい。うん、でもここにしても意味ないよな。この箱って取れるんじゃない？もしかしたら。これまさか、木貫通する？いや、無理っすね。かといって、こっちにするのも、ここで止まると。もう、めっちゃプラプラする。で、ここ乗ったとしたらどうなるんだ？はい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 。これをちょっとこっちに動かしてみましょう。あ、箱落ちたぞ、今。バコンって言ったもんね。よし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 、そう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 。箱落ちた。これでいい。これでいいけどどうすんだ。あ、あ、わかった。わかったわかったわかった。箱二つ落として、これ土台にして、行くんだ。あー、なるほどね。ここにやっぱ登るんですね。で、箱が2つ必要と。でも、小島くんは1個でいい。私、天才だからね。ヒューマンホールフラットの天才って言ってくれても構わないよ。はい。で、登ると。登りました。飛びます。ここに乗ります。で、さらに、ぴょいーん。これだろ。これっしょ、これ。で、ちょっと待てよ、考える。やっぱこの箱を、とりあえず、下ろす。で、箱2つで登れるようになるのかっていうね、小島の疑問。あ、重っ。そうだそうだ、こいつ重いんだった。どうやって持ち上げようかな。重すぎるだろ。なんでこんな重いの？いや、無理。せっかくここまで来たけど、重くて持ち上がんねえ。よーし、二つ乗った。二つ乗せて、あそこからビューンっていけるんかな。めっちゃ時間かかるけど、多分これでいけるんじゃないかな。こっから乗れるんかな。高っ。高くない？届く私。届かないんだ。届かないんだけど。あれ？ちょっと場所移動すっか。で、まあ多分箱と私の重さってあんま変わらないんだろうね。それで、あっちまで行くってことかな。お、来た。なんか変な行き方しちゃったけど。ほらほらほら、高さ的に行ける。高さ的に行ってるけど。ちょっと上が、もうちょっと上がらん。もうちょっと上がって。え？ダメじゃないこれ。落ちたもしかして箱1個。いや、大丈夫だね。一旦ちょっとここに入れて。ふぅ。これでいけんかったらわからんな。やっと乗ったかな？乗りましたね。うーわ、30分かかっとっちゃん。これ、クリアの仕方合ってる？なんか違う気がするけどな。こんな時間かかるもんなの？なんでこんな重いの？これ。まずこれが重いのが問題なんだよな。まあ、これでいけるかな。よし。これでいい。これで登れるはず。うわ、全然高さ足りんじゃん。はぁ、嘘。高さ足りないんすけど、これ。
え、じゃあどうしろ、どうすんだ。よし、来た。これでいけんかな。ダメだった。片手。お、いった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 。来た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 。めっちゃ私飛んでる。めっちゃ飛んだけどダメだ。よいしょと。ここまではいけるんだけどね。こっからがいけないね。とりあえずちょっと左側持つか。ほい、この辺。この辺持ったことによりちょっと浮き上がりやすくなったりせん？普通だったら浮き上がりやすくなるんやけど。ならんのかーい。しかもどこもぶつからんからあれかな。これもしかしてもう一個どっか重り隠れとる？おお、あ、あとちょっとあとちょっと。どこもつかめねえ、もう。よいしょと。来た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 。で、そこでぶつかってしょ？よし。よし、来た。うーわ、めっちゃ時間かかった。やば。これ失敗したらもう泣こう。はい。あー、セーブ来たー。よかったよー。もう、収録時間1時間。はい。はい、では今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。いやー、うまい具合編集せんといかんね、今回。それではまた次回。バイバーイ。まあ一人でやろうって思ってる人は、まあこんな感じなので気をつけてね。一応ね、インターネットなくても二人までだったらローカルでできます。コントローラー二つでね。はーい。では、バイバーイ。